はい、文からです、今回もやっていきたいと思います。よいしょ。まずですね、ちょっと剣を作りたいと思います。どん、鉄の剣。あと装備ですね。鉄が結構集まったので初めての装備を作りたいと思います。よいしょ。あとズボン、よいしょ。あとブーツみたいなやつか、よいしょ。どうでしょう、どうですか。かっこいいですか。なぜこれを着たかというと、実は採掘中にですね、とあるものを見つけまして、ちょっと今日はそこに潜りたいなと思うんですよね。このね、なんかいびつに開いた穴なんですけど、ちょっとここにね、あるものを見つけたので、ちょっと行ってみたいと思いますよ。ここだ、見て。ドン、廃校に出てしまった。そこでね、やめたわけです。じゃあちょっと探索していきますかね。よいしょ。なんか迷いそう。よいしょ。じゃあ行きますよ。広いかな。で、ここはもう何もないので、うわっ、痛い。びっくりした。クリーパーがいたんだね。いやー、鉄の装備してきといてよかった。もうびっくり。あ、さっき僕を爆発しようとしたクリーパーですな。こいつはね、切ってもすぐ、あー、いて。切ってもすぐ離れたら大丈夫なんですよって言おうと思ったら、全然大丈夫じゃないんですよ。お、なんかこんなとこにあったら絶対大事なものが入ってるでしょ。こんなギリギリなとこに、よいしょ。普通。普通のものしか入ってないや。一応もらっていこう。すごい、もう迷路だ、迷路。あっちも行ってみたいな。ちょっと行ってみようか。よいしょ。シフトキーを押しながら、高所で作業するときはシフトキーを押しながらすれば落ちないので、しゃがみ状態っていうのなのかな。かっこ悪いけどね、これ。あ、ここで誰か見てる。これでね、落ちることないんで。よいしょ、出た。これは有名な毒蜘蛛トラップ。違う、毒蜘蛛トラップじゃない、毒蜘蛛のケーブスパイダーだっけのスポーンブロックだよね、あれが。よいしょ。早いとこね、制圧してしまいましょう。ちょっと蜘蛛の巣が邪魔なんで、これもね、水で、これも水で溶けるんでね、毒蜘蛛が出てくる前に制圧したい。出てこないね。ラッキーかも。蜘蛛の巣が多すぎて生まれる場所がないんだろうな。よいしょ。あ、でもいるわ。よいしょ。これでね、またトラップも作ることができるので、よいしょ。わあ、びっくりした。どっから、後ろか。落とされちった。あ、でも落とされた先にダイヤがある。やった、初めてのダイヤだ。よし、ちょっと周り掘ってみよう。まさかこの1個だけってことないよね。あ、1個だけだ、なんてことだ。あ、落ちちゃった。よいしょ。あー、やった、初めてのダイヤゲットしました。お、これは普通の蜘蛛のスポーンだ。お、普通の蜘蛛のだ、初めて見た。よ、ちょっと待ってよ。よいしょ。あ、普通の蜘蛛のスポーンブロックだ。おー、感動。
へえ、初めて見た。そしてこっちには廃校のチェストかな。よいしょ。あ、やった、サドルだ。ありがたい。でももう持てない。ね、こっちはレコード、ダイヤの馬鎧、火薬にレッドストーンに小麦。いや、びっくり。さっきのさ、毒蜘蛛のスポーンからそんなに離れてないんじゃないか。さっきの毒蜘蛛のスポーンがあっちだよね、多分。ここからちょっと進んで、ここ。よし、帰ってこれた。さあ、結構ね、物が手に入ったので、よいしょ、まだね、見れてないところがたくさんあるんですが、とりあえず今回の廃校の探索はこれで終わりたいと思います。じゃあ今回は初めての、廃校の探索と、あと初めてのダイヤのゲットでした。あとクモの巣のスポーンブロック、あれも初めてだったんで、トラップ作りたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。